私の子供は一粒の砂。まあ、うちにはあったかい布団もあるし、おしお酒もありますよ。連れて行かないでくれ、お願いだ。ねえ、こっち入るとちょっとややこしいことになっちゃうから。死んだら教えてくれ。死んでます。君と同じ仕事をしているのは趣味みたいなもんだよ。父親に会いたくないのか。私が誰か知ってるのか。